皆さんこんにちは。マレディアの格好をした男ダイダラです。よろしくお願いします。さあ今日はまたここの続きだ。さあ前回ね、コローの騎士っていうバケモンみたいなやつにボコボコにされてなんとか倒したわけなんですけど、強かったね。さあ前回ここ、展望帳ってところの攻略、少し進みました。なんだろうな、あの上のところになんかの腕みたいなアイテムとかいろんなアイテムゲットしたんだけど、まあ、ちょっとまだ探索が足りてないので、このあたり、探索は今日続きやっていきたいなと思います。なんか下に降りる道みたいなところが、おなんかおじさん、おじさん元気してる？よいしょ、だいおじさん、よし、全然火力足りへんこの武器ねえ、進めていきますか。頑張って降りれない、ここ行き止まりじゃん。いた、ちょ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 、死ぬ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 、くそこの角人ってやつら強えな。やっぱルー14番あんだけど困ります、お客様。さっき俺死んだここだな。さっきめっちゃ暗かったよな、だいぶ暗すぎて何も見えなかったもんな、ほんま。なんだこれ、メッセージを見る。この先太ったやつがあるぞ。ないぞ戻ろう。あれなんかね、ルート的にね、下降りていくルートだと思ったけど、さっき下から俺上上がってきたよな。もしかしたら繋がってないのかな、道。ウェイト、ここもしかしたら何もないのかもしれん、ここ。よし、じゃあとりあえずルーンが15万超えました。だいぶ超えてきたね。でもちょ、あれここに帰ってきた。うん、下はなかったのかもな、もしかしたら。上見、先上見ようって言って上見に行ったんだけど、この後上ここね登っていって、うん、何もないんだ。じゃあこっち行こうか、次は。今日ねボスまた1体ぐらい倒したいなとは思うんだけど、毎回1ボスぐらいは倒したいなとは。いや無理か、1ボスなんて、そんな絶望ん、何してんのこの人。話しかける、人だ、切るとこだった、危ねえ。どうもすいません。何、ヒロイムシの製法書。何何、虫さん虫さん、なんかいただきましたが、ありがとうございます。人ならぬ広い虫たちの製法書、ムーアとその仲間たちのために記された善意だ。ねえ、公園の肝付けなどなどがゲットできるみたいです。なんすか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 、怖い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 。変な人から虫もらった、虫虫もらったじゃねえな、ここねすごいとこでなんかもらった。この先友人がいるぞ。いや本当いたわ、友がいた、友が、友達ん、これ敵、何何何、雷出てる、雷、誰だお前。いや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 、なんだこれ、雷中、なんだこいつら、え怖い怖い、ソニー肉など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 、16番あるからな、ちょっと一旦変えてたいけど。え、雷ゾーンだここ、絶対死ぬ思いしかしないけど大丈夫かこれ。やばい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 、ここね、初期リスがここだから、そこの上あたりだ。突き切ってみるか一回、ルーンめっちゃ持ってんの気になるけど。怖い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 、やばい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 、撃たれた、死ぬぞ雷。一旦突き切ってみた、なんもない、ここ腐ってるネズミだ、久しぶりに見たなお前。久しぶり、元気してた、ブショワー。ねえ、腐ってる子、壊れたる。ここ上登ってみるか一回。俺は今本編から外れ、どこ行ってんだマジで。それもまたエルデンリング、ね、イノシシちゃんだ。ねえ、めっちゃ向かってくるやん、俺に歯向かうな、怖いだろ。いなかった今、いなかった。ん？お家がある。
誰んちだあれは。さて、おうちにこんにちは。お、なんかイラストみたいなのある。絵画進行。この絵画って何なんだっけ、集めて。なんかよくわかんないけど、集めたらいいことあるんですかね。いいことあるよ、ないかもね。絵描きのボロや。もうちょいなんか下になんかあるね、こっちの下にも。え、うわ、教会、あ、教会じゃねえこれ。教会はいいもんだぞ、みんな。で、奥にクマみたいにいるぞ。久々にクマ見たなぁ、クマ。え、クマいなかった今。いる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 、でかいクマ、でかいクマいる。久しぶり、クマ。怖い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 。クマさん。元気してた？オッケー。怖え、クマ。太い重骨。え、これ飛び降りで行くんかな、ルート的に。ね、ここ側も見てみたいな。こっち側は教会でしょ。一番見てみよう。こっち側もなんか降り道あるな。降りてみるか、ここね。ネズミがめっちゃいる。もうネズミルート。ふい、ルーンの子。あ、うんこじゃないです。ルンコです、ルンコ。あ、これ向こう側につながってんのかな、教会に。これでこっち側から。ひゃっひゃっ、いやいやいや、びっくりした。まずいです。よいしょ。人間、人間戦いましょう、ちゃんと。こいついっちゃん最初にいたやつ、やだ。よっしゃーい。お前ふざけんな。うん、まずいっすね。切るしかない。一発入れる。あっぶねえ、マジで。おいおいおい、急に強いやつ出すなって。おしっこちびるだろう、ほんと。死体あるもんな、ほんと。この先右に注意しろ。ちょっと見る前に行かれましたね。怖え。さあ、着いたよ、教会。よかったよかった。さあ、なんとか到着です。恵みの教会。恵みの青しずくタリスマンだって。タリスマンか、ここにあったのは。FP ゆっくり回復する。え、めっちゃ強くねこれ。え、装備しとこうかな。なんかやっぱ新アイテムってやっぱ強いよね。だって信仰心とか減ったところで5減るん、結構減るな。5減るんだ。5は痛いか。いや、でいいか、5ぐらい。レベル5は上げたらいいんだよ。レベル5は上げたらいいんだよ、間違いない。 FP ゆっくり回復する。だって新能力だもんな、新アイテムだから。あ、回復してた今 FP。 やった、似た。え、下まだあんのこれ。制約騎士の足甲、制約騎士シリーズの装備だって。パタンね、パタン。はい、これですね。制約騎士とは何でしょうか。黒人に金の装飾が施された制約騎士たちの兜。その後、騎士たちは探求の旅に出る。自らの目で制約を満たし、選択肢、障害、それだけに使えるために。だって、な、そんな制約騎士の装備。で、これね、まっすぐな両刃の刀身を、剣、五剣と組み合わせた武器。制約騎士たちの獲物だ。拳のように突き振ることができ、直剣の攻撃力、汎用性を持つっていう。へぇー。これが制約騎士の装備ですね。うん。まあ、かっこいいんじゃないの？普通の一般騎士 A って感じで。一般騎士 A。重さもそんなにだし。で、これ下降りれそうだよね、ここ。なんだろう、これ。貴重なアイテム万歳ってことは？下に何があるってことっすね、これは。これ馬乗らないとやっぱこのゲーム移動速度遅いよな、やっぱ。ちょっと、この周りだけ少し見ましょうか。オッケー、じゃあここ降りてみようか。え、怖っ。
はい、落ちてきたよ。大丈夫ここ本当に。はい、落ちてきたお。ルーンいっぱいあるから怖いんだよな、正直言って今。え？何があるのここには。あれ？いっちゃう最初のとこやないかーい。そう来るのか。なんだよー、新たな冒険の始まりかと思ったら初期リスに帰ってきたわ。さて何あげようかな。攻撃力上げるんだったら技量なんだよね。まあ、俺技量剣士なんで技量を戦っていく男なんですよ。でも何振っていいんだろうこのゲーム。俺わかる、進行と技量、進行技量筋肉マンなんですよ。この知力と神秘を捨ててるけど、筋肉もある程度捨ててんだけど技量特化なんだよね。まあ、でもなんかバランス悪いから技量50まで上げようかな。頑張って、技量50まで上げよう今後は。よし、さて平原まで帰ってきました。さてね、前回ね、ここからなんかすごい崖のところに、寄り道してしまったんですけど、今回は寄り道せずにちゃんと行きましょうか。頑張ります。懐かしいな、ここも。もう今思えば、元気してたかお前ら、元気してたか。命くれよ。命くれよ、元気してたか。おらおらおら。さてここでね、左に行った先のね、崖のとこだったんだけど、ここまっすぐ行ってみましょうか。なんだこれ、な、逃げた、危ない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 、すいません危なかったっす。これは、おー、エイジュだ。こんにちは、何、壺作りのおじさん。いやー、はじめまして。自分は仲間だ、ほんまか。共にミケラ様のためにいろいろとみんなで調達したんだ。ああ、そうね。商人ですか。ルーンの子。ねえ、使用により装備した大ルーンに恩恵をもたらす。ルーンの子ってなんだっけ、これよく覚えてないんだけど。強いんだっけ。なんかあんまりも売ってないね。文章。霊気流のなんとかについてこれ買っておきましょうか。文章後で読みましょう。指とかも使い方忘れちゃったからだ。使いたいな。これ、魔力カット率、炎カット率。なんとかカット率を高める。一時的スタミナのなんとか率を高める。でも、あんま売ってないな。無限売りじゃないね、これ。矢とかはいっぱい売ってるけど。ねえ。ルーンの子なんか持ってる今俺。49個持ってるじゃん。すげえ持ってた。そんなにいらんかった。ムーアと話す。上達は楽しいな。君も、レーダー様たちも、拾い虫たちも、拾い虫いたね、なんかもらったよ。みんな喜ぶんだよ。そうですか。ありがとうございました。よし。じゃあ今ゲットしたアイテム見てみましょうか。インベントリー、これですね。拾い虫たちが拾ってきた文書、情報が簡潔に記されている。封印された霊気流を見つけたら、それに付近に石積みを探せ。それを崩せば封印を解ける。霊気流ってなんだろう、見たらわかんのかな。霊気流っていうやつがね、え、この先に友情がある可愛いやつがいる。おそらく死、多分死ぬよって言われてる。俺も多分死にそうな顔してると思ってる。みんな死んじゃうんだよこのゲームは。はい、さて影の地のやつ、おっし、エイジュで、エイジュの加護が上がりました。これで能力がちょっと上がったんだよね多分だけど、よくわかんない。ちょっとよくわかんないけど。よし、オッケー。さあ城入っていくか。まあ行く、ミケラの十字、ミケラの十字、ここにもあったよね。ミケラの十字。十字もう見つけたから帰っていいのかな。ダメかな。ダメだろうな、多分。厳しい世界だな、ここは。うん。さあ、入っていくか。なんでここ血ついてんだ？いきなり。え？死んでる？なんか飲んで死んだ。毒飲んだ。岩転がってくるよ、みな俺。うん。来ない？アイテムないぞ。ほんと？なんでこんなにみんな死んでるんだろう。裏回ってみる？ここで。なんか怖いね。こうやってなんかみんなが死んでるところを見ちゃうと。裏もなんもなさそうだよね、ここも。よし、じゃあ門が入るか。普通に入っていいのかな？メッセージを読む。帰りたい。俺も帰りたい。開門。
怖い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 、何があるんだ、どこここ、これ宝箱、違う、開いた箱だ。一体どこなん、おっと、こんにちはするか、おお、どうした、どうした、出てこれないのかい、すん、雑魚敵じゃねえか、こんな怖い顔しててよ、お前びっくりしたわ。ちょっと待って、俺ラダーンのさ弓矢とかあったじゃん、俺めっちゃ使ってた気すんだよね昔、もう怖いから弓打つぞって言って今回も撃てるかな、どれ撃つんだかわかんないや、これ耐久だから、これ大矢15本しかないのかな、ねえ、こういうことだよね多分、オッケーオッケーオッケー、こうやっ、やめよう、やっぱよし、オッケー、全部理解した、これから俺スーパーインキャマン戻ります、スーパーインキャマンになります、また俺はいつも通り。ここなんだ、ん、虫がいっぱいいる、キモ、一撃じゃないし、この虫だるすぎる、痛い痛い痛い、うざ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 い、すべてがうざい、この虫相当うざい虫たち、なんなんだこの虫は、消滅するしよう、まだいる虫だなこれ、注意注意注意、はい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 、チュイーチュン、こういうことよみんな、なんすか、礼拝、あー礼拝だ、頭とは、頭がこれ角人、わかんねえ、空中にアイテムある、おい、なんだこの空中アイテムは拾えねえじゃねえか拾えた、萌色だ、萌色、何もいないっすか、影の血のルーン、なんかあるの、隠し道はないぞ、ないんかい、ある時残せ、エルデンリングの世界ってたまに壁叩いたら道があるんですよ、こうやってドーン叩いた、それが隠し道ってやつで、メッセージでよくね、ここにあるよって教えてくれるんですよね、ノーラプレイヤー、オンラインの人たちが、いつもありがとうございます。なんなんだこいつら、虫多いな地味に、デカ虫、あれデカ虫怖いな、ちょっと、うい、妖剣のなんかすごいやつ、よいしょい、 FP 自動回復するんでガンガン使っていきましょう、黄金の星にも、よし、うーん、もうないかな、これで。攻撃の予感。あ、それね。行こうか、先へ。右に注意しろ。はい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 。ありがとうございます。右？虫がある。また虫出てくるの？もう嫌だ、虫。やりきた。またお前かよ。虫虫。アタック。よっしゃ。弱い弱い。この虫は弱いね。雰囲気がね、やばいね。塔の町、ベルラート。来ましたね、ここ、塔の町、ベルラート。あ、人か、これ。どうもー。命ちょうだい。白銀のカッタ。こいつらが落とすアイテムって、結局これ何なんだ、なんだっけ。角人、角人たちが使用した古い貨幣だってやつか。こうして効果で取引されるんだって、売りつけようぜこれ、ここの人たちに。お、いいもん見っけ、よいしょ。でもなんかこれあるってことはボス戦なんじゃないのねえ、ロストグレイスディスカバードしたけど、よし、礼拝の加護、よっしゃ、礼拝アップ、これでうちのねえ分身ちゃんが強くなったよ、ほら
見て、サインだまりが有効になった。急に、なんだ、立つな、急に。やめろ。開くの、ここ。こちらから開かないドア。開かないゴマ。こっち側行ってみるか。人が死んでます。おう。怖い人がいる。何なんだ、お前は。おい。おい。変なおじさんだな。睡眠こけ。よいしょ。毒だまりこれねえ、こいつら結構ミドゥーンがね割と美味しい。800ぐらいくれるんだね、倒すだけで。毒大丈夫これ。あれアイテムだよね。いや、ちょっとちょっとびっくりした。ええかげんにせよお前、ほんまびっくりした今。ヒャーって言っちゃった。もうびっくりしちゃうでしょあなた。あとの水だ、汚い水だこれねえ。じゃない水ゲット。もう怖いよこのゲーム。やっぱり広いねこれ。井戸の中もあるで。ちょっとやはりはしごか。じゃもう勘弁してくれな。広すぎるここのダンジョン。こんだけ広いともうわかんないよ本当に。よいしょ、よいしょ。なんかいる。なんだよ、なんかとんでもないやついない？遠距離で。ここ呼べないのか、馬ちゃん。上だ上だ上だ。誘導突き足しかもあれ。行く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 。なんなんだあいつら。火油。メスメルだ、メスメル。メスメルに全部なんか燃やされたとかなんかいろいろ言ってたよね、メスメルさん。火を生じる素材の混ぜ合わせさ、ねえ、なんとか油だって。炎攻撃力を付与する。火は聖戦の象徴であり、メスメル軍では兵卒すらそれを振るったという。これ前を見たな、これ、うん、またいる人が、ね、マジでこれ雑魚的だよな、こう戦ってんの俺。ほんまか、ほんまか、ほんまかってぐらい敵強いけど、だいぶ。あれ降りてきたあいつら、上のやつら降りてきたんだ。よかったよかった。じゃああとはこっちの井戸行かなきゃいけないのと、まだ見るとこいっぱいあるで。こっちも見てみるか、この通り道。今日開く、ここ。今日開かないか。鍵さえあれば。鍵あっても開けへんこれ。鍵あっても開けへんタイプのドアや。よし、じゃあこっち行くか。お、登れそうだね。めっちゃ人おる。えぐいぐらいいるけど。これキッチンかここ。ねえ、何もないか。あ、開いてた、出た、カツか。よし、だいぶいいペースで進んでますね。この城どんだけ広いんだよ。なんだ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 、出た、変なおじさん。お前だ、お前らだ。えがぎせ魔法使いよって、さっきからよ、うとしいわ。ここにいたやつらだよね、さっきの。今俺に弾打ってきたやつって、出た、サインだまりが有効になるってやつだ。よくわかんないんだよね、サインだまりが有効になりましたって言われても。実にわからん。これ屋根の上もあんの、もしかして。鍵がかかってる。鍵誰かいただけませんか。エルデンリングってみんなとんでもないゲームなんですね。ほらこういうとこ行けるの、ほらやばくないですか。ね、アイテムあれじゃないね。だからここに、こっち側行ってないよね。上行くか。死体の血があるぞ。なんか強そうなのいる。しゃがむってなかったっけ。やべ、割れた。いたた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 。ちょっと俺たちは友達、マイフレンズ。やばい、ほい、待って、ちょっと待って、落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう、
落ち着こう落ち着こう。ここにさ祝福あったんだけど、これいや、もうあぶねえ、こっち順路だった、もしかして民家のところ。さっきのさ、一回こっち行ってみるかね。えこっち側のさ、反対側行ってないんだよね。あ、道的にはここはまっすぐの方を先行って、反対側こっちの建物が入ってなかったんで、建物先入るか。どうも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 。こけこけ、エレベーターかな、何も動かんのか。ここもしかして隠し道があるぞ。嘘つけなかった、本当にあると思ったんだよね。嘘つけって言いながら思ったんだよ、あると。本当に、え、こっちもダメ、隠し道がある。何だけ、ここは死角はないか、こちらからかな。ショートカット系か。なーるほどね。今ルーンいくつあったっけ俺。5万か。ちょっと、円卓帰って、カジ石買っとくわ。円卓。円卓も誰もいねえんだよな。寂しい、ここ。なにこれ、虫糸っていうやつある。なんか、持ってないの俺。コリンのやつ。俺大体買ってた気したんだけどね。まだ買ってなかったわ、これ。虫糸。キモそう。俺が虫になるの？セルブスさんの、ブスブスさんの魔術系だよね、ここら辺って。トープス、トープスって魔術学園の人だよね。 D さん、ダイダラさんです。よし、鈴様、なも、あ、ロジエルのやつ、あげない、これあげない、あげない、あげない、俺これ俺のお守り。よし、さあこれで12個ずつ買っときゃ、確か武器鍛えれたよね、確か買っとこう。他になくなった。まあこれでまたあれだな、金貯まったら買いに来よう。レベル上げたいんだけどね、ちょっとね、なんでここ来たかっていうと死ぬと思うから。弱気。よし、じゃあ行こうか。まず、おーどうもー。こんにちはー。痛いっす。呼び出ないっすか。めっちゃ効くやん、君の攻撃。せーかーん。猟犬ステップ。スン。やめてください。猟犬ステップ。はい、え、すぐ。ありがとう。カジ石ありがとう。で、あの、井戸の下行ってみたいなと思ってさ、そろそろ。FP 回復してる？ちゃんと。みんな見ててね、ちゃんと FP 回復してる、これが。ねえ。多分してるから。降りるか！怖えぇ！井戸いい思い出ないからガチで怖いんだけど。いや、怖っ。あ、どうも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 、僕ダイダラ、あなたは鍵かかり、どうもー、こんにちは。はい、なんもない、実はここイモムシみたいなのいっぱいいる、死体だまりだ。この先隠し道はないぞ、懐かしい商人はいないぞ。いや、ここはなんもないんだ、まだまだか。どっかからこっち行って帰ってくるルートなんだな、多分これ。あ、ここに出るんだってなるんだろうね。どこからだろうね。こっち外から、ここら辺井戸あるから、この辺から来るのかな、実は。わかんねえや。よし、じゃあ、とりあえず、倒すか。ボス見つかんなかったな、一回も全然、今日は。ね。もうこいつ俺が倒してやろう。よし。すいません、すいません。こいつはね、こういう裏に回って、殴る系だと思ってる。うん、ストップ、ベイブレードストップ、ベイブレードストップ、ベイブレードストップ、ね、いっです。おにぎり、意味わからんだろその連撃の量。猟犬ステップ、よいしょ。やばいよ、猟犬ステップだけでやっつけるかこれ。光線と加点、オッケー、ナイス、何も落とさん、雑魚ただの、マジマジで言ってる。心折れますが、このやばい、広いな、上が多分あれだろうから下行くか。よいしょ、ライトオン。この先鳥の遠見に注意しろ。
ね、鳥いるあそこに。海言ったろ、あいつムカつくから。なやお前何見とんねん。おい、怖い怖い怖い。なんだよ、やんのかよ。え、鳥どこ行った。え、鳥近く来た。あ、来た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 。なにこいつ、炎入ってる。楽しそう。あっつ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 。なんだこいつ、全然声当たらへん。猟犬やべ、死ぬかもしれん。死んだ。嘘だろ、鳥。You die。 おにぎり。ちょ、待て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 。アホです、アホです、アホでした。ちょ、倒し方だけ確立しよう。ちょ、一旦これでいこう。チクチクできるかどうかやってみよう。チク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 、俺たちチクチクって、ね。ちょ、待て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 、ルーン取らせて。はいはいはい、チクチク、これしかない、これしかない、これしかない。やべ、チクチク、オッケー、これで勝つ。チクってチクチクして生きていく。これ津戸の戦士の鎧、岩の戦士の鎧、激売れピです。これ倒しまくってゲットするか。ね、党の守護者たる角の戦士の銅鎧、黄土色のストールをまとったドアテは、いにしえの古英雄の裸体をね、祀ったという裸です。裸です、この服。ちょ、あの鳥無視して行ってみるか、一回。俺がな、ちょっかい出してたんだけどさ、鳥には。なになになに、どちら様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 、いっぱいいる敵が。ちょ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 、なんなんだよ、お前ら。待て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 、待て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 、待て待て待て。待て待て、急に急に来るな、お前らびっくりするだろ。両手にでっかい剣持ってる人いる。両手剣ってやっぱいっぱい使えているよね。ほら、あれが鳥だよ。怖っ。俺はまっすぐ行くぜ、怖いから。なんかある、ここ。あ、雰囲気やばいですね。炎に注意しろ。王の亡き祝福。なんかし侵入されちゃったっす。ねえ、知らないおじさんに。ちょっと違う、ロックオンの位置が違う。待て待て、だるそうこれ、こいつ。俺のが強い、俺のが強い、俺のが強い、俺のが強い。よし、危ない。いや、2回ほど撃ってくる。やば、危ねえ。あっつ、炎。なんなんだお前は、炎の騎士。よし、スタミナがね。エスト飲むな。俺も飲もう。恐ろっちね。猟犬の毒艦、よーし、猟犬の、はい、ドッカーン。なんだこいつ、炎の剣士。聖戦の美女、メスベルの火からは逃れられん。聖戦、炎ってのはメスベルの聖戦の証なんだっけ。火は敵を倒した時攻撃が高まるんだって。掲げられた槍、そして火を祀ったタリスマン、メスベルと共に聖戦に準じた者たちの美女。敵を倒した時攻撃力が高まる。ひたすらに汚れを貫き焼き尽くす。慈悲などなく名誉もない。ただ聖戦と信じる者だけが絶命の声に高揚を乱す。新しい装備です。変なやつ。ここ侵入ポイントだったんだ。怖えよ、人の家入ってくんなよマジで。聖杯、悲痛の叫び。おお、新しいやつよ。ねえ、十二世代元たちの前期、叫び声開けて、周りをひるませて、ねえ、攻撃力を高めるんだって。属性は神秘。いらない。使わない、俺は。ん？なんだこれ？玉露。
新しいアイテムいっぱいあるね、ここ。ね、夜に光を帯びて水辺に咲くアイテムだ。だって、精霊治療に用いられたという。よし、帰るか。ふぅ、疲れた。やっぱエルデンリング大変なゲームっすわ。ちょっと今回進捗は悪かったと思うんですけど、まあいっぱい探索できたんでよかったとしましょう。まあ、次回多分ここのボスがいるかな。ボス倒していきましょうか。また見てください。お疲れ様。